ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます。さあ飯田さん、はい、おめでとうございます。ゲッターズ飯田の五星三神2023が明日発売になります。ありがとうございます。実感が全くないですなぜかというとまだ7月だから。ああまあね、言わなきゃバレないから、まあ、だいぶまとめ取りがありますから。そうですね、約1ヶ月前ぐらい。あ、じゃあもう都内の大きな書店には並んでるというわけですね。すごいじゃないですか。初版が109万かな。初版が初版で100万。いや、もう1回目にする用意ドンが109万なんですか。もうはい、多分令和になったから100万部を4年連続するの俺だけです。やばくないですか。え、だって最初2年前とか50何万とかそんなんでしょ。まあそれでもすごいですけど。3年前、いや去年からも100万超えてる。確か。本当ですか。超えてます。やば。で多分、はい、年内増刷と期間版と他の本と、うん、また他に出るの本、うん、合わせたらギリギリもしかしたら年内、累計著者累計1000万部です。これマジですごいよ。ウィキペディアのすごいですよ、これ。歴史に載ります。はい、多分令和で初です。12人に1人は持ってるってことですか。そうそうそう、すごっ。はい、作家です、立派な。一応2011年の、はい、本の中の全ての占い本じゃないかね、本全ての中の売上ランキング1位ですから、はいはい、いやすごいです。これも聞いてる方が買っていただいてますから。今回は どうなんですか。ここ、まあ、前回袋閉じみたいなことがあったりとか、今回は相性のページがえぐいぐらい増えてる。俺嬉しいですよ。相性っていうのはどういった。いやもう本当昨年の時でも入りきってないんだけど、うん、はい、ちゃんとよりもちょっと細かく書いてる部分で、はい、例えば今出会ってる人との相性と今年出会ったかどうかで違うでしょ、うん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 、その書き換えとか、仕事版恋愛版と書き換えてるんで。それは、タイプ別に例えば金のイルカの人が銀のイルカのっていうので。すごい、はい、なのでより充実しております。これはでももう値段が2倍ぐらいになっちゃうんじゃないですか。やっぱこの今ね、これは大変な情報量が。だっていや今いろんなもん値上がってるでしょ、うん、1割2割やばいよこれ。残念ながら上がりました、はい。あ、さすがにやっぱその波は、はい、だって紙の値段が2倍3倍になってるのに、うん、これはもうインクの値段も上がって送料ガソリン代も上がってるでしょ、うん、あれ去年いくらでしたっけ。990円です。安いけどな。それでも今年、はい、バンと上げました。あ、やばい。999円くー、ギリ3桁いやもっと値上げした方がいいですよ。ただ今さマジで無理なんだって。やばい。ね、1200円にしないと、うん、去年と一緒にならないらしいから、朝日新聞出版的にはまずいって言ったらしい。赤じゃないですか。これが紙のルートって、はい、その前に決まるから、はいはいはい、9月以降のものは確実に全部上がるんだって、それ全ての本よ。日本中の本が 1,2 割絶対上がる、だけど俺の本は、まあ、だいぶ前に決まってるから、はい、その昔の紙では、昔の紙というか、うん、昔の紙の輸送のやつで決算してるから安くギリギリできる。あ、よかったんですね。じゃあだからもう来年もう無理してたよ。1200円になるか1100円なら絶対になるって言ってた。いや今の高いから、はい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 、今の輸入ってさ、うん、今のさ小麦高騰で上げてるとかじゃん、はいはい、ね、ウクライナとかね、そういう全部嘘だからね。え、今言った貿易って基本、うん、1年とか半年とか結構長い期間で仕入れねえって決まってんの、うん、だから今上げてるでしょ、うん、マジ嘘だからいずれ上がるのは本当なの、うん、これタイミング的に今だっつって上げてるだけ、絶対嘘なの。え、本当はもっと前に1年契約で例えばトウモロコシいくらとか、はいはいはい、いくら大体決まってんの。まあそうですよね、普通ね。輸入の人のこの間聞いたんだもん、うん、嘘だよ、それ、やばい。そんな早く上がるわけないです。ただ上がるから今のうちに上げとこうって、あ、まあ一旦、うん、上げてるけど、だから業者がうまくやってるから上がっちゃう事実があるんだけど、実際上がるのは来年はもっと上がるっすよ。つって。すごい。でもそれでもそんな中9円です。9円のうち、いやもう9円上げんだったら90円上げてくださいよ、ね、もう大丈夫ですよ。だってページ数がだって増えてるわけでしょ。ページ数増えてますまだ。9円上がったって俺に入る印税で 0.何% だからさ。何千、いやそうですよ、2000ぐらいしか上がんない。いやすごいな。まあより多くの人に読んでもらいやすいように、安くね。まあそうですね、中高生でも買える。そうね、男性ね、だって1000円で1年いっちゃって、9月から来年の12月まで使えるわけですから、うん、1年3ヶ月4ヶ月買えるから、もう超コスパ異様にいいから、ね、だから2円ぐらいですか、 1日。そうです、そうですよね。9月でもう3ヶ月分得してるんですもんね。そう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 、これは楽しみだ、相性が。しかもちゃんと、はい、ツアーの
応募券 と9月からは抽選でゲッターズで直接占ってもらう応募券もついてますから、あと手帳、開運手帳も発売されてますんで、手帳はあれを本とセットで買うとボールペンがついてきますから、一言入ってるボールペンもらえますから。これもでも手帳は値上がりしたんじゃないですか、さすがに。手帳はしたすいません、手帳はあのビニールがめちゃくちゃ上がってるから、あ、そうなん、もう小2、3年高騰してるからもう無理なの、ね、うん、ビニールってあの巻くの機械じゃなくておばちゃんがやってるから、はいはい、あ、そこはもう手動というか無理だ、アナログな感じでやってるんですね。なるほど、これはもう楽しみですね。お楽しみいただければ。まあちょっと3日後に億万トークライブ。あ、そうだ、億万トークライブやりますよ。いつもだったらフライングだったのに。そうなんですよ。残念ながら場所が取れず。と取れないんですよ。これはもう億万くんのせいです。もう切腹ですよ。まあでもね、4日やりますからちょっと、まあこれ聞いてる時にはもう当日券は多分ないかも。いやガラガラかもしれないよ。いやそんなことないし、もし近くの方いましたら、はい、中ね、ちょっと来ていただけたら、はい、いいかなと思います。さあそれではいつもの相談参りましょう、はい、いきますよ。茨城県は20代後半女性ひまわりさん、はい、ありがとうございます。来ました。私は歌手になりたくて、お、16年からスクールに通い取り組んできました、うん、厳しい世界であることは痛感しておりますが、なかなか諦めきれず運命を変えたくて飯田さんの占いを参考にしています。このまま続けたら歌手として世に出られますか？改善できることがあれば取り組みたいと思ってますのでアドバイスください。あと、もし可能でしたら運命の変え方のグラフと年間本をバランスよく見る方法を教えてください。あー、芸能人に至ってはマジで運っていうか、そのもともと持ってるものないと売れないからね、もう決まってんのよ、売れる人売れない人なんて。この方程式は変わらないです。そうなの？もう価格がどんなに積んでも売れないのが圧倒的上なのがもうここです。持ってる番号とか、持ってる番号と生まれた日とその人の持ってる気質いろいろありますけど、価格が積んでも売れる芸能人は当てられないけど、売らない人だけ当てられるからね。うわ、やばいですね。うん、不思議だよね。どうでしょうか、ひまわりさん占いまして、うん、売れるなら最短36歳からです。36歳、今が大体、まあ、あとだから 10年ぐらい、10年ぐらいで売れるならいいよね。いや、いいですよ。うんね、だから16年からってことは、あとそこから今6年で16年ぐらいで売れるってことでしょ、うん、16年で売れるのは早い、ね、いや早いですよ。僕もまだ2年目だからそういう苦労してないから。僕はもう21年です。うわーでも、うん、豪邸に住んでね、もうチェリンチェリンこの無限に入って、入ってないっす。なんだって、細々と、なんだって流れでそんな人もいますから、まあね、なんとかね、なんとかもう本当に飯田さんのおかげでなんとかできてますから。一応売れる星で言うと36歳から回ってきます、はい、ただそうは言ってもね、お若いのでへーってなると思うので、はい、その手前で言うと2000、今まだ22年だから2027年に売れる可能性があるんで、はい、そのきっかけ2025年に、までにチャンスをある程度作っておくとうまくいく可能性があります、うん、どういったところに注意すればいいですか、ひまわりさん。この人で言うと、歌の星持ってます。あ、すごい。歌とダンスやってください、うん、でも音楽に関してはカルメルとかも合うけどさ、はいはい、基礎ができてないと、うん、音楽、まあまあまあ、だってもう3歳からピアノやってるうちにさ、音感とかさ、バランスってさ、奥間君見てもさピアノやってたからさ、はいはい、それはいいんだけどさ、うん、それが全くない人ってそう死ぬ気でなきゃいけないからね。そうか、でもどうせ暇だから1日10時間ぐらい練習すればさ、まあね、確かにそこは努力でね、ちょっと補って、うん、まあ、まず努力だからね、うん、タモリさんも言ってた音楽のミュージシャン売れるか売れないか、練習量、練習量です。あ、そうなんです。朝起きてずっと死ぬまで、もう寝るまでずっとギター、本当、うん、朝起きてトイレとお風呂行く以外ずっとギター触ってないと売れないよっつって。まあそっか、そうですよね。だからそれぐらいやってる人が売れてるんで、ひまわりさん、うん、だからめちゃくちゃ芸能界って努力論だから、うんうん、努力をしっかりしてください。星を、星とかそういう流れだから売れてない人なんて努力しないのよ、うん、あーやばい、もう刺されたよ今ラジオだから分かんないけど指を刺されたよ、目の前の人に、目の前の最強占い師に。だって俺って売らないとこのノートに、いや、そうですよね、努力論ですよ。そうですよ、なので、うん、でも結局努力をしたことが結局人間性が出て愛されるの、はい、人から愛されたらうまくいきますんで、36と言わず、5年後は最短がありますんで、5年で売れたら、いや、そうですよ、そうですよ、うまくいったら、うん、あれですよ、今一番売れてる、何でしたっけ、女性のあいみょんみたいになりますか、うん、あいみょんとかなったり、
踊れるあいみょんになってください、うん、そしたらまたお便りください。はい、頑張ってください。はい、応援してます。東京都は30代後半女性かなさん、はい、ありがとうございます。来ました。今年こそ彼氏を作りたいと。すごいですね。上司に頼んでみたり、飲み会の誘いがあれば積極的に参加しています。元彼は忘れなきゃと思うのですが、向こうから連絡がよく来て話してしまいます。会うことはないのですが、また別れることになるくらいなら私は友達のままの方がいいと思ってます。元彼と新しい出会い、どちらの方がいいでしょうか。アドバイスをお願いしたいです。絶対新しい出会い。いや、そりゃそうですよ。マジで俺、元彼に戻ってもいいですなんて言うことほぼないから、ね、俺そういう占い師だって散々アピールしてんのに来るよね、絶対欲しいのかな。うん、いや、もういいんじゃないですか。上司に頼んでるし、飲み会の誘いがあれば積極的に参加してんだから。やめて。これ聞いてる他の方言いますよ。ダメだから別れたのに戻ろうなんて発想やめた方がいいですよ、うん、それはもうただめんどくさいだけですよ。次に、うん、よく言うでしょ、女性の嫌な部分が見せたから、うん、はい、それを受け入れた男の彼氏だから、もう一回ちょっと変な知らない人にその姿を見せるぐらい、うんうん。